漢口は、春秋時代の際の、第十六代君主。春秋五派の筆頭に、真の文孔と並び数えられる。宝宿の活躍により、孔子宮との皇位継承争いに勝利し、漢中を最小にして、生を強大な国とした。また、実力を失いつつあった当春に代わって、改名を取り行った。父は治、おさむ母は、エの公女、兄は、 上皇と、君子宮である。上皇は、異常な性格で、実前の文教と恋愛関係にあり、文教が、炉の観光に嫁ぎ、世継ぎの将校を生んだ後の関係が続いていた。怒った、炉の観光が、文教を叱ると、文教は上皇に密告し、上皇は、一族の公子法政という男に命令して、観光を殺させた。 そのことを炉から問い詰めされると、孔子法政を殺して言い訳した。それ以外でも、上皇は気に入らない人間を、次々と殺したため、聖国内は混乱した。殺されてはかなわぬと昭白は、巨国へ、兄の孔子九は、炉へ亡命した。上皇は、その後、いとこの孔孫無知に暗殺され、上皇暗殺後、孔孫無知が、聖皇に即位したと称して、 国政を取り仕切るが、公孫無知もまたすぐに暗殺された。公孫無知亡き後、小白と同じように、炉に亡命し、炉の後ろ盾を得ていた兄の公子宮との間に、後継者争いが生じた。この時、公子宮の副審であった菅中が小白を待ち伏せして、暗殺しようとしていた。菅中は弓をいた。矢は、小白の腹に当たり、小白は、 モンドリウって倒れた。小白はそのまま死んだふりをして、冠中から逃げるために馬車を走らせ、次の宿場で部下に看護けを用意させ、また、巨の兵を国へ帰させて、自らの死を偽装したため、冠中は小白が死んだものと思い込んで喜び、公私急に小白を殺したと報告した。競争相手が消えた、キミコ急は、 炉の兵を後ろにゆっくりとサイに入ろうとした。しかし、小白が、密かに急行して、すでに、生に入り成功になっていた。キミコ九は待ち構えていた小白に打ちのめされ、炉へ逃げ込んだ。冠中の矢は腹に当たったように見えたが、実は、腰帯の留め金に当たっていた。成功の位についた小白子と漢口は、炉に、公子九は殺すように、 漢中は引き渡すように命じた。はじめ漢公は漢中に命を狙われたことを怒り、漢中も殺そうとしていた。しかし腹心で、漢中の親友でもある宝宿に、公が、聖の君主であるだけで良いならば、この私でも最小が務まりましょう。しかし、公が、天下の覇者になりたいと思われるならば最小は、漢中でなければなりませんと言われ、漢中を炉から引き取り、 最小とした。最小になった漢中は、諸改革を推進、断行し、国力、軍事力、文化面の向上に成功した。すでに、周王室は推備しており、諸公間の対立を抑えることも、ままならなかった。漢中の改革を受け入れた、正の漢公は、周辺諸国にその名声が伝わり、周辺諸公は、周王朝に代わって、 諸公館の問題を観光に審議してもらうようになった。長江流域の現在の湖北省を中心とした地帯を地盤にし、南方から勢力を伸ばし、周行室や諸公を脅かし始めていた諏訪江を、観光は諸公を率いて、これを破った。紀元前651年、観光は諸公と青い球の解明を取り行い、ここに覇者となった。この頃になると、 観光は満身し法然の儀式を行おうとした。法然は、聖天使だけが行えるとされる儀式で、これをすることは衆を無視して自分が天使であると宣言するようなものである。観中は必死にこれをいさめて止めさせた。紀元前645年、国政の要であった観中が亡くなると、国政を帰り見なくなり、宝刀に明け暮れるようになった。 艦中が亡くなる時に引き立ててはいけないといった駅が、呪、講子解放の、まとめて、三木と呼ばれた年信羅を起用し、国勢は乱れた。観光が、病床に着くと、観光は三木によって病室に閉じ込められ、そのまま、前六百6 4 3年10月8日に駅を、引き取った。その後の孔子たちの後継者争いの中でその遺体は、放置され、 翌紀元前642年8月に、大師匠が高校としてくらいに着くまで67日の間、農館、埋葬されることもなく、そのためついには、扉から、宇治が生い出してきたという。生はこの後も、たびたび後継者争いが起こり、派遣は進む。諏訪へ移った。ありがとうございます。